こんにちは香水です今日のお話は婚活アプリ効率化についてお話していこうと思います婚活アプリをしている人のお話を聞いているとですねすっごい非効率だなって思うことが結構あるんですよ例えばまあ例えば私は大阪に住んでいるじゃないですかそうするとまあアプリを登録したらですね 東京の男性とかなんかどっか地方の男性から「いいね」が来たりとかアクセスが来るってことって割と結構あるんですね。でも結論から言うと全てスルーしてるんですよ。一切返事もしないし反応しないっていう感じなんですね。もう無視っていう感じ。でなぜかというとすごくコスパが悪いって考えてるんですよ。な、うん、なんかか将来的なことを考えた時に最初から 距離が離ががれててていいるのっっいろいろマイナスが多いかなっていうううに思うんですね、うん、最初、まあ、遠距離でも最初は近くにずっといてそれでお付き合いしていて途中から遠距離になるっていうのは全然問題ないと思うんですけれど、うん、ある程度信頼関係を作った上での遠距離なんでね。だけれども、うん、と最初から遠方。 東京と大阪とか東京と地方とかぐらい離れているとまず頻繁に会えないじゃないですか気軽に会えないでしょでやっぱり費用の負担が起こるじゃないですか。まあむっちゃお金持ってる人だったらいいとは思うんですけどでもそういう人じゃない人の方が多いわけでしょ出会う人の中には。ってなってきた時にその交通費も結構バカにならないわけですよね。 でなんかその最初から負荷がかかった状態で、うん、その状態をスタートとした時に先へ行くほどどうなるかなって考えたら、うん、ともっともっと会いたくなるっていうのはちょっと考えにくくて、うん、なんかま,ま,ましてやこう会いたくならせる会いたいと思わせるっていうことも結構相当難しいっていうか普通に魅力的だったから会いたいっていうことだけでは足りてない。 さらに輪をかけて何かがないと会いに行こうとまで最初から思わないみたいな感じになるかなと思って結構大変だなと思うんですねだからいいなと思ってても好きだなと思っててもなんかでも費用がなみたいな感じにどうしてもなると思うんですね。うんそうするとまあとりあえずその遠くの人とつながって気に入ってやり取りしてたとしても、まあ、それがや,やがてどうなるかって想像した時にですね 結局はだんだん会う回数が減っていったりとか何かお金今月ないからとか言っていやちょっと会えませんみたいなことになったりとかしてどんどん離れていくっていうイメージがするんですよ。ねでこれ逆にもっっっっととどどどどんんんん会会いいいたくくくななて、てどにんどんに来るっていうのちょっとイメージしにくくないですか,、うん、なんか最初からハードルが高いみたいなハードルがある恋愛みたいな感じがするんですよね。 そう考えたらですね、うん、最初からもう遠方の人はね却下してる方がね断然コスパがいいと思うんですよね。で私自身はそう思っていたのでだからそうするのが当たり前やと思ってたんですよ、うん。だからその通りにやってきたんだけれどでもいざこう人のね相談を受けしてる限りではあなんか私みたいな合理的な考えの人ばっかりじゃないんだなって。 っててことに気づいいいでですすねそれかなりそういう人が多いんですよあの思ってたよりも多かったからちょっと驚いていてあのどうやって出会ったのかっていうのを聞くじゃないですかそのお悩みの時にそうすると最初からアプリで出会っていてその最初の初っ端なから遠距離っていうあのパターンというのがかなり多いんですよね見受けられるんですよね。でまあ人によってはねもっとひどい人によっては最初からアプリで出会っていてしかも相手は海外にいると。 いう人も割といます、ねうんでじゃあそういう方々がうまくいってるかっていうとやっぱりねさっき挙げたみたいにだんだん会えなくなっていくとか相手がなんか仕事忙しくなって前は来てくれたのにだん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 尻すぼみになるっていうのがまあ結構なパターンの王道なんですよね。つまり結論から言うともう最初から離れてるっていうのは現実的じゃないっていうふうなことが私は言いたいんですよ。 まあね人の人生なんでね好きにしたらいいんですけどそれを私は命令するつもりもないしでもなななんんんでここ非効率のことをするんだろうかなーって私は該当してるかどうかわかんないですけどそうした時にあこれかなと思ったのはおそらくなんですけどアプリって最初写真で出会うじゃないですか写真を見た時にもその時点でタイプなんじゃ,じゃないかなと思ったんですね。 あなんか好きな顔みたいな好きなタイプみたいな感じになっちゃってもう写真を見た時点でもうすでに気持ちを持っていかれてしまってるだからもうそこでなんかその相手から返事が来たりなんかしたらなんかテンション上がっちゃってなんかこうもう盛り上がっちゃうわけよ感情が。そそれでなんかその 距離があるんだっってていいいうううう現実をう見ないようにしちゃうっていうのかな。なか見たら都合が悪いから、まあ、そういうのなかったことにするじゃないけど見ないように見ないようにしてきっと大丈夫だっていうふうにしてしまった結果会うことになななるんじゃないかなって想像したんですね。で会ってみたらもともと好きなタイプの顔だからやっぱり会ってみたらよかったみたいなことになってなんか知らんけど、まあ、それから続いていくみたいな。 うん、なんかそんな感じの流れでこのパターンになってるんじゃないかなと推測しましたはいでえー、とあとはなんか遠くのものがよく見えるっていうのは人間の心理としてあるんですよねなんかこう近場の人って何かなんかこうい,いいように見えないっていうのはあってなんか離れてる人の方が遠く見えるっていう心理ってあると思うんですねそういうのもあるかなっていうこと とあとまあ東京に関して私思うことはやっぱ東京の男の人って洗練されてる人が多いんですよみんなじゃないですよみんなとは言わないけれどもやっぱり地方まあね大阪なんか言うても地方だから地方の男性とまあ全体的な水準を比較した時にやっぱりファッションセンスだったりとかなんかこうなんでしょうねうう醸し出す雰囲気とかがやっぱりシュッとしてる人が多いなって思いますね。 うん、だからそういう意味でもこう東京とかの人とつながりやすいとかっていうのもあるのかなって思ったりしますでね、まあ、今日言いたいことはねその、えー、恋愛の先に結婚を全く意識をしていなくてただ恋がしたいだけだったらどこ,の愛どこの人でもいいと思うんですよ東京でも海外でもどこでも全然いいと思うでもそれは目的はね恋なわけだから。 逆に恋ってなんか離れてて会えなくてなんか胸がキュンとなるみたいなそれも私はあの恋の醍醐味やと思っているので逆にそれが体験できてむしろ離れてることがなんか味付けになっていいんちゃうぐらいの感じに思うんですよね。でもそのの恋愛の先に結婚ととかを見据えてるとしたたらねあなたがだとしたら最初から遠方の男性を選ぶっていうのは超非効率で 超非合理だと思うんですよね。なので、下手したら、なんかあなたの人生の時間を無駄に使ってしまうことになるかもしれないよってことを言いたかったんですよ。うん、やっぱりね、付き合うことはできても、遠く離れてるせいで、相手との関係を深めることは結構難しくなってくるんですよね。そうした時に、相手の関係がいつまでも深くならない場合ね、どうやっても結婚までたどり着きにくいんですよ。 あの多くのこのパターンに陥ってる人ってなかなか結婚までいけてないんですね実際の話。なので大事なのは、まあ、まず最初にあなたが婚活アプリをする時の目的が何なのかを定めた方がいいと思いますどちらでいくのか。ね恋活なのか婚活なのかどっちなのか自分は。自分が欲してるもの本当に欲してるものはどっちなのかっていうのをちゃんと決めてやらないともうなんかぐ,ぐちゃぐちゃになるっていうのかな。 でこの2つは基本ね両立しないです恋愛の先に結婚が普通にあると思いたい人も多いと思うしそう思いたい気持ちもよくわかるんですけどでもまあいろんな人を見ているのもそうだし私自身の経験も含め全てひっくるめて言いますと、まあ、私の偏った価値観も入ってるかもしれないけどもそれも含めて言いますと恋愛っていうのは夢です。 そして結婚っていうのは現実です。で、そこを間違えると、割とやっぱ人生が破綻しやすいなっていう風にいろんな方見てて思います。というか、恋は非効率で全く問題ありませんが、えー、婚活は効率をよく考えて進めていきましょうというお話でした。本日は以上になります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また別の生動画でお会いしましょう。